前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。高校遠足、血の気の多いワルドモを乗せバスは一路日光へ向かう。そのバスの後部座席で一人息を潜める男、竹野内豊、16歳。俺は現在裏番としてクロマティの一年を仕切っている。喧嘩の実力、人望の厚さ、どれをとっても右に出る奴はいねえ。3年さえ一目置く存在だ。だがそんな俺でさえも一つの大きな悩みと戦っていた。その悩みとは、俺は非常に乗り物に酔いやすいということだ。けど旅行は大好きだ。欠席するわけにはいかない。特に日光はお気に入りだ。古風な寺を眺めているだけで優雅な気分に浸ることができる。俺は小学校の時からこの苦難を気合と根性で乗り切ってきた。自慢じゃねえが、まだ一度も吐いたことはない。おい見ろよ、竹之内がすげえ形相してんぞ。よほどムカついたことがあったんだろう。今日はできるだけ近づかねえ方がいいな。楽をしても黒黒、ああ黒マティ、我らがボコ。どっかに座る席はないかな。あれ、なぜか後ろの席がガラ空きだ。よっこらしょっと。入学以来順風満帆にやってきたのに、ここまで来て取り返しのつかないことをしてしまった。どうしよう、どうしよう。早く解けと言いたいが、口を開けると吐いちまいそうだ。それではこれよりいろは坂に入ります。いろは坂、その言葉を聞いただけで込み上げてくる。俺は今までどんな強い相手と喧嘩してもビビったことは一度もない。常に勝ち続けてきた。だがこのいろは坂を前にすると未だ背筋が凍りつく。ってこいつ、いつまで乗っかってんだ。ああ困った、本格的に困ったぞ。そうか、やっぱ帽子を取らないと不謹慎ですよね。どけっつーの。激しく揺れますのでご注意ください。すいません、バスが揺れるもので。その一瞬、神山の目が暗殺者の目に見えた。間違いねえ、こいつ俺の弾狙ってやがる。俺は敵が多い、いつ狙われてもおかしくねえことは確かだ。おそらくこいつは他校の連中とつるんで俺を潰しにかかってるんだろう。だがな神山、俺も伊達に黒校の一年を仕切ってるわけじゃねえ。てめえごとき返り討ちにするぐらいの力は十分持ってんだよ。顔色が悪いですよ、しっかりしてください。すまん、俺の負けだ。頼むからもう俺に触らないでくれ。ひょっとして竹之内さんってあれですか。そうだよ、車酔いだよ。てめえ分かってるくせに白々しいんだよ。申し訳ございません、そうとは知らずに無神経に振る舞ってしまって。けどご安心ください、そういう場合に備えて僕はとっておきのものを用意してあります。プリン食べてください。お腹が空いていたんですね。僕のおやつをどうぞ。ちょっとぬるくなってますが。眠り猫にゃ。竹之内がプリン食って失神したらしい。プリン？なんだそれ。さあみんなで日光を満喫しましょう。竹之内豊、16歳、クロマティの1年生を仕切る男。
喧嘩の実力、人望の厚さ、どれをとっても右に出るものはない。3年生も一目置く存在となっている。だがそんな彼にも弱点があった。その弱点とは非常に乗り物酔いしやすい体質なのであった。だがそんなの俺の強さには関係ねえ。竹之内君大変だよ。前田君がバース高校の連中にさらわれたって。何？僕は基本的には喧嘩は反対だけど、やはり仲間を助けるためには背に腹は変えられない。俺らも兵隊集めた方がいいかもな。バース校とは何度かやったことがある。シャバい学校だ。俺一人で十分だ。急ぐぞお前ら。はい、準備万端です。さあどうぞ乗ってください。さあ歩いていけるんじゃないか。近いし。前田君が袋にされているかもしれないんですよ。一刻を争うんですよ。まずい。俺にとってタクシーは観光バスに匹敵する苦手な乗り物。一撃必殺の破壊力がある。タクシー見てるだけで気持ち悪くなってきた。竹之内、早く乗ってくれよ。お前がいなきゃ始まらねえ。もし俺が車に酔うなんてことがバレた日には、築き上げた威厳が全て崩壊する。下手すりゃ地元を歩けなくなるかも。ちょっと乗る前に聞いてくれ。お前らが急ぐ気持ちもよくわかる。だが焦って帰り討ちにあったら目も当てられん。ここは綿密な作戦を立てるべきだ。できれば一度教室に戻って。確かにこれは俺らをおびき寄せる罠かも。慎重に作戦を立てるっていうのはありかもしれんな。だろう。これは間違いなく罠だ。一旦計画を立てようぜ。じゃあ車に乗ってから計画を立てましょう。ついに乗ってしまった。しかも真ん中だよ。おい、これじゃ窓から新鮮な空気を吸うこともできねえし、逃げるわけにもいかねえ。それと助手席に乗ってるロックシンガーみたいな野郎は一体誰なんだ。いかん。余計なことを考えてたら気持ち悪くなってきた。精神を集中させないと。車を止めろ。え、なんでですか。なんでって、それはお前たちはこれ以上巻き添えにはできねえからだ。あの、言ってることがさっぱりわからないんですけど。バース校はかなり手強い。何人もの人間が血を流すことになるだろう。さっきシャバいって言ってたじゃん。とにかく俺一人で歩いていくから降りる。いや、降ろしてくれ。何言ってんですか。僕らは同じクロマティじゃないですか。死ぬ時は一緒です。絶対に車から降ろしませんよ。その前に俺が死ぬ。あの、お客さん。はい。私最近上京してきたばっかりで、東京の道をあまりよく知らないんですよ。ああ、構いませんよ。多少遠回りしても。てめえ、さっき一刻を争うとか言ってただろうが。だって、道わかんないなら仕方ないですよ。絶対ダメだ。遠回りなんかしやがったら転がすかんな。竹之内、落ち着け。あそこさん、運転手じゃない。地図を貸せ。俺が案内する。はい。とは言ったものの、長い時間地図を眺めていると、さらに気持ち悪くなる危険性がある。迅速に最短ルートを探し出さねば。まずスカンジナビア半島を南下してパナマ運河を通過してから日付変更線を。え、これ世界地図じゃねえか。あ、本当だ。しかもロシアがソ連になってる。大変だ。竹之内がまた失神した。前田がバース高校に拉致られて2時間が経過した。一刻も早く前田を救出すべくタクシーに乗り込んだものの、運転手が道を知らないというアクシデントに見舞われ、車内には重苦しい空気が流れていた。そして竹之内の車酔いもピークに達していた。今さら車は苦手ですなんて言えねえし、こんなことなら昼飯はもっと消化のいいものを食べておくんだった。それにしても、なんで俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだ。第一、前田なんてやつよく知らねえし、ただクラスが同じってだけで。ああ、気持ち悪い。早く降りたい。タクシーに乗って1時間以上経ちましたね。お前、バスコっつったら歩いても20分くらいだぞ。すいません、早くも作戦失敗です。こうなるとタクシー代も高くつくだろうな。それだ、それだよ。俺ら金ねえんだから早く降りねえとまずいぞ。心配するな。親からタクシー券もらったから。ということはいくら乗っても大丈夫ということなんだね、林田君。おお、一日乗っても大丈夫だぜ。てめえら、タクシー乗るのが目的なのか、仲間を助けるのが目的なのか、どっちだよ。すまん、つい。てめえらの会話聞いてるとイラつくんだよ。ちっちゃ黙ってる。大変です。窓の外が思いっきり見慣れない風景なんですけど。山が見えるぞ。すいません、どうやら私の実家に近づいてるようで。運転手さん、道を知らないにも程があります。僕たち一体どうなっちゃうんですか。これじゃあ前田の心配なんかしてる場合じゃねえぞ。見ろ、フレディが地図を見てる。右の方を指している。ひょっとして道が分かるのか。そう、来
と動物的な勘で道筋を探しているんだ。運転手さん、右へ行ってください。はい。今度は左です。はい。心なしか、だんだん見慣れた風景になってきたぞ。間違いなく目的地に近づいています。長い道のりだったが、もう少しだ。この怒りを思いっきりぶつけてやる。着きました。よし、行くぞ。黒子の怖さ見せてやれ。ミラクルがした。うおって、ここうちの学校じゃねえか。戻ってきちゃったよ。まだかな。東京の道、あまりよく知らないんですよ。日がけクロマティ高校、次回はいよいよと言っても何の話か教える気は全くありません。今日は何の話だったっけ。すまない、覚えてないよ。